札幌サンプラザは札幌市北区にある複合施設。正式名称は札幌勤労者職業福祉センター。勤労者の雇用の促進と福祉の向上を目的とした勤労者福祉施設として札幌市と北海道が協力して誘致を行い雇用促進事業団が主体となって札幌市と共同で札幌市交通局の市電ホロ北社コア土地に施設を建設し 1986年に開業した。一般財団法人札幌勤労者職業福祉センターが管理運営を担っており、プール、コンサートホール、文化教室、宿泊、レストラン、会議、研修、宴会などの事業を実施している。2004年に国の特殊法人統制リ合理化計画によって札幌市が施設を取得した。プールは 北区の公的温水プールとしての役割があるほか、コンサートホールは、有料ホール100選に選定されている。札幌市就業サポートセンターは、ハローワーク、民間職業紹介事業者、札幌市が共同して、無料の職業紹介サービスを行っている施設である。温水プールコンサートホール文化、教室宿泊カフェレストラン会議、宴会北海道障害者職業センター、 札幌市北区第一地域包括支援センター、札幌市就業サポートセンターふれあい広場札幌市、北区役所隣に位置している。ありがとうございます。